キリスト教東方教会聖教会、ブルガリア聖教会ブルガリア聖教会は世界の聖教会とフルコミニオンの関係にある独立聖協会の一つ。ブルガリアを中心にブルガリア人の間で信仰されている聖教会の一組織である。聖教会は一カ国に一つの教会組織を備えることが原則だが、これら各国ごとの聖教会が異なる協議を 信奉しているわけではなく、同じ信仰を有している。スラブ系教会の中では、最も古く独立性教会となった。ブルガリアをボリス一世のキリスト教への改修に、期限を持ち、927年、時代の大メオを一世の指導家に、コンスタンディヌーポリ総主教座から独立した聖教会が確立された。現在、ブルガリア国内に、約百五十万人、 他のヨーロッパ諸国や北米に100万から200万人の信徒を持つ。現在の最高指導者はネオフェト総主教で2013年に前任者の死没に伴って総主教に選出された。ブルガリア正教会は自身を唯一清、清志、大焼、首都教会と不可分の一員であるとし、総主教長の名のもとに自立している。 ブルガリア共和国内では13の司教区があり、加えて、西欧、中央、米州、オーストラリアにおける、ブルガリア人のための2つの教区がある。ブルガリア正教会の司教区は58の管轄区に、細分され、2600の教会にさらに分けられて、構成されている。ブルガリア正教会の全領域における、最高の聖職、教会司法、管轄の効力は、聖。 シノドによって行使されている。聖シノドには総主教、教区における行為聖職たる不主教が含まれる。教会における教会生活は教区司祭によって指導されるが、教区司祭の数は1500人である。ブルガリア聖教会には、ブルガリア国内に120の修道院があり、2000人の修道士とほぼ同数の修道女とがいる。ブルガリア国内にある ブルガリア聖教会の主教区を示す、地図聖ゲオールギルを誕んだ聖堂ブルガリア聖教会の起源は、一世紀の初代教会時代に、バルカン半島において成長したキリスト教共同体、教会にある。キリスト教はその初期共同体が編成されていった一世紀に、首都パウロと首都アンデルによってブルガリアを呼びたの、バルカン半島地域によってもたらされた四世紀諸島には、 キリスト教はこの地域で主要な宗教となっていた。セルディカ、フィリポポリス、オデッスス、アドリアノープルは、ローマ帝国における重要なキリスト教の中心地であった。4世紀5世紀における蛮族の信仰、侵入と6世紀7世紀におけるスラブ人とブルガール人の定住により、直接的な破壊行為は伴われなかったにもかかわらず、 ブルガリア地方におけるキリスト教協会組織はかなりのダメージを受けた。キリスト教は生き残ったキリスト教徒から周囲の多数派であるスラブ人に対して広がり始めた。9世紀半ばには特にトラキア、マケドニアに住むブルガリアのスラブ人の多数派がキリスト教家されるに至った。この改修の過程においてブルガール人貴族においても同様のキリスト教家がなされた。 ブルガリアのツァール・ボリス一世がキリスト教を公式に865年に採用して初めてブルガリア教会の独立教会としての位置づけが確立された。ボリス一世はブルガリアのキリスト教の進歩、統治と威信は独立性教会によって干渉される賢明な聖職者によって達成することができると信じていた。最終的に870年までの5年間の間に コンスタンディヌーポリ宗主教とローマ教皇の間を巧みに操り、結果、第4コンスタンティノポリス公会議において、ブルガリア大主教区に対して自治権が与えられた。大主教座は、ブルガリアの首都プリスカにおかれ、ブルガリア国家の全領域を干渉した。コンスタンディヌーポリ宗主教とローマ教皇の間での、ブルガリア大主教区における、 主導権争いは、コンスタンディヌーポリ総主教側の下に、ブルガリア大主教区が入ることに決着し、最初の主座主教、聖職者、および神学書もコンスタンディヌーポリ総主教側から、ブルガリアにもたらされた。聖テオドルの遺ン大主教区は国内における完全な、実地を享受していたが、ポリス一世の目標はほとんど達成されなかった。 ビサンティン帝国の聖職者からもたらされたギリシャ、ご方神霊は、ブルガリア人の文化的進歩を促進せず、ブルガリア国家の統合にも寄与しなかった。このことは結局、ブルガリアの国家、民族のアイデンティティの創出につながるものであった。ボリス一世は886年に、キュリロスとメトディオスの弟子たちが到着したことを一つの機会として歓迎した。ボリス一世は彼らに、 将来のブルガリア人聖職者に対して、グランゴル文字とキュリロスとメットディオスにより用意されたスラブ語法神令を教えるという任務を課した。この法神令は、テスサロニキから来たマケドニアのスラブ人に固有のものに則のっ,っていた。893年、ボリス一世はギリシャ人聖職者をブルガリアから追放し、ギリシャ語をスラブブルガリアの母語に置き換えるよう命令した。 ビサンティン帝国に対するアヘロイの戦いとカタシル隊の戦いにおける二つの決定的な勝利の後、ブルガリア国家は919年に開催された教会及び国家会議において自治政教会としてのブルガリア大主教区を独立政教会とし、主座を総主教位に昇格させることを宣言した。ブルガリアとビサンティン帝国の間で20年間の長きにわたる、 戦争を終わらせる和平が927年に締結された後、コンスタンディヌーポリ総主協調は、ブルガリア正教会の独立正教会としての地位と、総主教位を承認した。ブルガリア総主教長は、初めてのスラブ系独立正教会であった。これは、セルビア正教会の独立正教会獲得の1219年より、約300年。 ロシア正教会の独立正教会位獲得の1596年より約600年早い。また、ローマ、コンスタンディヌーポリ、エルサレム、アレクサンドリア、アンティオキアに続く6番目の総主教区でもある。総主教座は新しいブルガリアの首都であるプレスラフに置かれた。総主教は知名者と伝統により古いキリスト教の中心地であったドラスタルに居住する。 傾向があった。972年4月5日、ビザンティン帝国皇帝ヨハネス一世ツミスケスは、プレスラフを攻略して焼き払い、ブルガリアのツァールボリス二世を捕らえた。ダミアン総主教は、当初は西ブルガリアのスレデツに逃亡した。続く時代、ブルガリア総主教の居住地は、コミトプリと呼ばれる、君主制支配と、 ビサンティン帝国の間の戦争の展開に密接に影響を受けた。宗主教ゲルマンは断続的にモグレン、ボデン、プレスパに居住した。990年頃、時代の宗主教フィリップはオフリドに居住地を移し、ここが宗主教の座所となった。1018年、ブルガリアがビサンティン帝国の支配下に服すると、バシリオスにセイブルガロクトノスは、 ブルガリア正教会の独立正教会を承認した。特別条例により、帝国政府は、ブルガリア正教会の領域、教区、財産、特権を認めるとした。ブルガリア教会は創始教位を剥奪され、大主教区に格下げされた。最初の大主教予案は、ブルガリア人であったが、後継者たち及びその後のすべての行為聖職者たちは、例外なく、キリシャ人に占められた。 しかしながら、修道士や普通の司祭は依然として、主に、ブルガリア人であった。大半において、大主教区は、民族的性格を維持し、スラブ語法神霊を保持し、ブルガリア文学の発展に貢献し続けた。オフリド大主教区の独立政教会は、ビサンティン時代、ブルガリア時代、セルビア時代、オスマン帝国時代の間、尊重され続け、 1767年の不法な廃止まで存続した。1185年1186年のペタル4世とイバンアセン1世兄弟による反乱が成功した結果、第2次ブルガリア帝国の創設者たちはタルノボを主ととした。国家の主権は、教会の独立性と不可分であるとするボリス1世以来の原則により、兄弟は直ちに ブルガリア宗主教座の回復に取り掛かった。手始めに彼らは独立した大主教区を1186年タルノボに創設した。当該大主教区に対する教会法上の承認と宗主教座への昇格をめぐる競争は約50年間にわたった。ボリス一世の例に習い、ブルガリアのツアールカロヤンはコンスタンディヌーポリ宗主教とローマ教皇、 インノケンティウス三世との間を数年にわたって、巧みに操った。つい2203年には、後者から、タルノボ大主教、ワシリーを、ブルガリア及び、ワラキアの主座及び大主教とする宣言が出された。ローマカトリック教会とのこの合同は、約30年以上続いた。サール・イヴァン・アレクサンダル。イヴァン・アレクサンダルの四福音書からの図像。 1356年頃、ザ・ブリティッシュ・ライブラリー・ツァール・イバン・アセン2世の統治時代に、ローマとの合同状態の終焉と、ブルガリア正教会の独立正教会くらいの承認の環境が創出された。1235年に、一つの教会会議が、ランプサコスに召集された。コンスタンディヌーポリ総主教ゲルマノス2世が議長を務めたこの会議において、 東方のすべての総主教の同意を経て、会議は、ブルガリア正教会の総主教養を確立し、ブルガリア大主教ゲルマンを総主教に助した。十三世紀末に、タルノボ総主教庁の教区は縮小したが、その権威は、東方正教会世界において、なお好意を保っていた。コンスタンディヌーポリ総主教からの抗議にもかかわらず、セルビア正教会の総主教養1346年に、 承認したのは、タルノボ総主教であった。14世紀には、タルノボ総主教長の庇護下に、タルノボ文学派は発展し、ブルガリア総主教、エフティミー、グリゴリー・ザンブラクコンスタンティン・コステネ・チキラを輩出した。重要な文化的開花が、文学、建築、絵画において特筆され、宗教的、神学的文学もまた花開いた。オスマン帝国によって、 タルノボが1393年に陥落し、総主教エフティミーが流刑となると、独立性教会組織は再び破棄された。ブルガリア主教区はコンスタンディヌーポリ総主教庁に従属させられた。もう一つのブルガリアの宗教的中心地であったオフリド大主教区は若干の間残り、信仰と敬心のよりどころとなった。オスマン帝国がイスラーム国家であったために、 オスマン帝国による支配を受けた時代は、ブルガリア正教会の歴史の中でも大変困難なものとなった。同様に、ブルガリア人の歴史においても最も困難な時代であった。オスマン帝国による突如とした征服後、ブルガリアの教会と修道院の大多数は、タルノボにあった総主教座教会である聖章天制度も含めて破却された。 残った聖堂もモスクに転用された。大半の聖職者が殺害され、タルノボ文学派に関わった知識人は近隣のセルビア、ワラキア、モルダビア、ロシアに逃れた。オスマン帝国の支配下にあったブルガリアの多くの地域、ほとんどの大規模な町に致名者が記憶されているが、これらは征服当初におけるイスラームへの改修強制の中で致名した者たちである。 クラトボの聖ゲオルギー、ソフィアの聖ニコライ、スモレンの司教ビサリオン、ガブロボの聖ダマスキン、ムグレンの聖ズラタ、ブルガリアの聖イオアン、スタラザゴラの聖イグナティ、ガブロボの聖オヌフリーのほか、多くの知名者が信仰を守った。リラ修道院多くのブルガリア聖教会の指導者たちが処刑された後、ブルガリア聖教会は、コンスタンディヌーポリ総主教庁に従属させられた。 オスマン帝国のミルレト制はコンスタンディヌーポリ総主教及び不主教たちに重要な行政、司法上の権限の数々を与えていた。オスマン帝国支配下の初期にあってブルガリア教会の高位聖職者がキリシャ人にとって変わられるとブルガリア人は政治的にはオスマン帝国、文化的にはキリシャ人聖職者からの二重の圧迫にさらされることとなった。 18世紀後半にギリシャ民族主義が起きてきたことに伴い、聖職者たちはギリシャ語とギリシャ人としての自覚を、信仰のブルガリアのブルジョアジーに強制した。コンスタンディヌーポリ創主教は、他民族を同化する道具と化した。18世紀末及び19世紀初頭には、聖職者はギリシャ語によるカリキュラムを備えた数多くの学校を創設し、また、 ブルガリアの方針例を禁じかけるところであった。これらの動きは独自の民族の文化を保持し、独自の国家、民族としての生き残ったブルガリア人に対し圧迫を加えるものであった。修道院はオスマン帝国支配時代にあって、ブルガリアの言語とブルガリアの民族意識を保存する手段であった。特に重要な修道院として、 アトスさんのゾグラフ修道院とヒランダル修道院、ブルガリアのリラ修道院、トロヤン修道院、エトルポレ修道院、ドリアノボ修道院、チェレピシュ修道院、ドラガレフスチ修道院がある。修道士は、自らの国の特徴を修道院において保存することに努め、スラブ語法神礼を継続し、ブルガリア語文系を保存した。また、修道院に併設された学校を継続し、 他の教育事業を継続、ブルガリア文化の枠組みを維持した。種の高端制度のイコノスタシス1762年に、ブルガリア南部の町チバンスコ出身のヒランダルの聖パイシーが小さな歴史書を表した。これは、近代ブルガリア語で書かれた最初の著述であり、さらに国家の覚醒を呼びかけた最初の書物でもあった。この著述、スラブブルガリア人の歴史において、 パイシーは、同国人に対し、ギリシャ語、ギリシャ文化への霊俗を捨て去るように呼びかけた。パイシーに応えた人々の中に、ブラツアのソフロニー、ガブロボの修道司祭スピリドン、修道司祭イオアキムカルチョフスキ、修道司祭キリルペーチノビチが挙げられる。1820年代初頭に、ブルガリアにおけるいくつかの教区で、ギリシャ人聖職者の優越性に対する不満が、 発火した。1850年になって初めてブルガリア人はギリシャ人聖職者たちに対して目的ある競争を、はじめ何人かの司教たちをブルガリア人に変えることを要求した。この時までにブルガリア人聖職者たちは気づいた。すなわちオスマン帝国におけるブルガリア人の権利を求めるこれ以上の闘争は、 コンスタンディヌーポリ総主教庁からの自治政教会を得るよう努めぬ限りは走行しないということである。オスマン帝国は国籍を宗教によってアイデンティファイしており、ブルガリア人は政教徒であったため、オスマン帝国は彼らをルームミンレの一部、つまりはギリシャ人とみなしていた。ブルガリアの学校と方針例を獲得するためには、 ブルガリア人が独立した教会機構を獲得する必要があった。1860年代を通じ、ネオフィト・ボズベリとイラリオン・マカリオポルスキに指導されるブルガリア人たちとギリシャ人たちの間での競争は激しくなった。この年代の終わりにブルガリア人主教たちは大半のギリシャ人聖職者を追放し、北部ブルガリアの大半、及びトラキア、 マケドニアの北部は事実カズサシュ教区から脱却した。1870年2月28日、スルタイ交付の直例により、オスマン帝国政府はブルガリア総主教庁をブルガリアのエクザルフ教区の名のもとに回復した。当初のエクザルフ教区は、現代北部ブルガリア、アドリアノープル州を除くトラキア、北東マケドニアに広がっていた。1874年に、 スコピエ教区とオフリド教区の圧倒的多数のキリスト教徒がエクザルフ教区へ参加する意向を住民投票によって示すとブルガリアのエクザルフ教区はバルダルスカ・マケドニア、ピリン・マケドニアのすべてをも管轄するようになった。ブルガリアのエクザルフ教区は南マケドニアの一部アドリアノ・オプル州の副主教たちによっても部分的に代表されていた。このようにして エクザルフ教区の教会は、オスマン帝国におけるすべてのブルガリアの領域を含むこととなった。コンスタンディヌーポリ総主教長は、こうした変化に対して反対し、即座にブルガリアのエクザルフ教区を分離派と断じて、その追随者に異端宣告を行った。ブルガリアのエクザルフ用紙不一世リアサを着用し、黒ブークをかぶり、パナギアと十字架を胸にかけ、 コンボスキニョンを持っている。最初のブルガリアエクザルフであったアンティム一世は、1872年2月、エクザルフ教区のせいシノドによって選出された。彼は、オスマン帝国政府から突如として、ロト戦争の勃発後の1877年4月24日に、解任され、アンカラに流刑に処された。後継となった、イオシフ一世は、ブルガリア公国。 すなわち東ブルメリア、マケドニア、アドリアノ・ープル州における、教会、学校の展開を図った。1885年、タルノボ憲法により、ブルガリア正教会は公式に広告の国教と定められた。バルカン戦争の前夜には、マケドニア及びアドリアノ・ープル州において、ブルガリアエクザルフ教区には7つの主教区、1218の教会、 1212 12人の教区司祭、64の修道院、202の小聖堂があり、1373の学校に、2266人の教師、78,854人の児童がいた。第一次世界大戦後、平和条約により、ブルガリアのエクザルフ教区は、そのマケドニア、エーゲウミツイのトラキアにおける教区を失った。1913年、 エクザルフ・イオシフ・一世は座章イスタンブールからソフィアに移した。イオシフ・一世が1915年に永民してから、ブルガリア正教会は30年間、自身の主座を選ぶことができなかった。ソフィアにある、宗主教座大聖堂、アレクサンドル・ネフスキー大聖堂ブルガリア宗主教座の回復と、ブルガリア教会の主座の選出のための環境は、第二次世界大戦後に整えられた。 1945年には、教会分裂が解かれ、コンスタンディヌーポリ総主教長は、ブルガリア教会の独立性教会を承認した。1950年には、聖、シノドガ総主教座の復活に向けた新規則を採択し、1953年には、プロブリフフ主教キリルが、ブルガリア総主教に選ばれた。キリル総主教が1971年に、 英民すると、教会は、ロベチフ主教マクシムを公認に選出し、マクシムが、今日まで、ブルガリア総主教の任にある。ブルガリア総主教、ソフィアフ主教、マクシム共産主義政権時代、政権は教会を破壊しようとするよりは、コントロール下に置こうとした。戦後すぐの数年間は、教会指導者にとって、不安定であった。 1944年から1947年までの間、教会からは結婚、離婚、生死証明書の発行その他といった行政機構と機密の両方にかかる問題に対する管轄権が奪われた。学校カリキュラムからは、政教養理と教会史の学習が削られた。反宗教プロパガンダが展開され、幾人かの司祭は迫害を受けた。 1947年から1949年までにかけて、教会に対して脅迫的なキャンペーンが高まった。ボリス主教は暗殺され、リラ修道院の修道院長、カリストラとは投獄され、他にも多くの聖職者が暗殺されるか、国家反逆罪の権威をかけられた。やがて共産主義者は、大制指示を拒絶するすべての聖職者を罷免した。 1948年に出された反共産主義と取れる本の共著者であったエクザルフ、ステファンは追放された。この頃から1989年にソ連が解体し共産主義が崩壊するまでブルガリア正教会とブルガリア共産党は近しい関係を持ちつつ共存し互いに支え合ってきた。共産党は1953年5月に エクザルフ教区が創始教区に昇格するに際して支援を行った。1970年にはエクザルフ教区が現代ブルガリアに加えてマケドニアとトラケアを含んでいたことを想起させる記念式典が行われた。今日、他の独立正教会と同様にブルガリア正教会はマケドニア正教会の独立正教会を承認していないブルガリア正教会の主催。 リアサの上からフェロン、エピタラヒリ、ポルジを着用している。イエスの復活信仰の確立、ナザレのイエスの死を通しての食材信仰の確立、主イエスキリスト信仰の確立、終末信仰の確立については、キリスト教歴史を参照聖教会において聖書は聖殿の中核であり、シトラが残した最も公的な啓事と捉えられている。聖書は、 神の言葉という信仰の確立については、旧約聖書神の言葉として成立した聖書の歴史を参照指導者が精神に満たされて語る言葉は神の言葉とされているので、精神に満たされて書かれた聖書は聖伝の中核であり、最も公的な啓示と捉えられている。ありがとうございます。